I really hated my hair. I wanted long, black, straight hair. It took me like 2 hours every day to get ready so I can blend in. Because I mix Australian and Japanese, I wanted to blend in with all the other Japanese kids and whatever. Obviously, at that time, there wasn't as much mixed kids. Especially in elementary school, I think I wasn't bullied, but I was discriminated. I did get a weird attention from everyone else, like asking me about my family. They don't want to know about me. I know how it feels to be looked at weirdly or like differently. My name's Megumu. I'm mixed Japanese and Australian, and I'm a model based in Tokyo. I was very compressed when I was growing up. I would just act like I was 20 years old when I wasn't. I think I really grew up too fast in a sense, but that changed when I was 15 or 16, when I was scouted to be a model. I've never even thought of that because I never considered myself beautiful, but then everything kind of changed.昔は私も差別され、なんか差別っていうか、なんかハーフどうちゃらこうちゃらって言われてたのに、今はなんか普通に生きてるだけで、あ、ハーフいいなとか、なんか、あ、私もめぐみちゃんみたいになりたいって、なんかみんな、そのままがいいのに、なんかどん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 ね、そっちに、 なんかもっと外国人っぽくなりたいっていうのがすごい本当に多くて、なんかもうメンタリティも環境も全体的になんかどんどん日本の文化って失われていってるなって思います。日本の文化は私的には、日本の文化って本当にいろんな食べ物だし、まあ、洋服もだし、なんかすごいいろんないいものをいっぱい持って、 なんだろう、すごい大事にするべきところがいっぱいあるはずなのに、特に現代だと、なんか多分その外国かぶれっていう言葉が一番表現と一番当てはまってるかなと思うんですけど、なんか無理になんか世界進出しようとして、なんだろう、合わせてなんかちょっと アメリカっぽくしようとか、なんかヨーロッパっぽくしようとか、そういうのがなんか増えてきちゃって、自分こんなにもいろんな文化とかいろいろカルチャーが発達してるのに、なんかそれを捨てて変えようとしてる部分が私的にはすごい残念だなって思います。 なんか例えばだけど、まあ、最近まあオリンピック近づいてるっていうのもあるけど、もう今昔ながらの街並みを全部ぶっ壊して、もう全部こう装ビルにして、もう何だろう、その街の雰囲気が良かったのに、それを全部ぶっ壊して、なんか全部洋風に変えようとしてるところだとか、なんか例えば私も行くからすごい好きなんですけど、汚い居酒屋。 みんなでわって飲むのが楽しいし、その汚い雰囲気、その昔ながらのなんかもう席もなくて、もうみんな畳の上で座ってワイワイするような場所も、もう全部買い取られたりとかなくなったりとか、そのお店の人がやっぱもっとこっちの方がうまくいくだろうっていうのを勘違いして、なんか全部なんかもう椅子に変えたり、なんかもう 壁真っ白に、なんかモダンに変えたりしてるところ、なんかもう本当そういう身の回りのとこからも全部なんかどんどん変わってきてる気がして、今そのまだ苦しんでるっていうか、なんかまだ生きにくいなって思うのが、なんかその文化面ではすごく、 なんか変えよう変えよう、もっとこうしようああしようっていう風にどんどん洋風にして
ってるけど、考え方的にはまだすごいコンサーバティブなとこがすごい多くて、話しててなんか、なんだろう、そういう文化面ではいろいろ取り入れてるくせに、なんか考え方が狭すぎて、なんか話が、なんだろう、考え方がなんか古臭すぎて、なんだろういつの時代の考えなのって思う時がいっぱいある。なんて言えばいいんだろう。常に理解をしてくれる友達を周りに置いてるのが本当に、それで、常に周りに理解のある友達を置いて過ごすことがしかできないっていうか、もうそれだけで自分は幸せだから、そういうふうに多分過ごしてるし、 It's okay to be yourself because you can't really change how you look and whatever. It's just how the process of accepting myself could have been easier if I knew that. It's okay. Just do you and just do whatever you want, because eventually everyone will catch up and be like, that's cool, that's you, be that.